何万打仏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 。仏説無量寿経の言葉をいただきます。法蔵菩薩、後に阿弥陀如来になった方は、次のように述べました。私は誓う。仏になるときは、必ずこの願を果たし遂げ、生死の国、おののくすべての人々に、大きな安らぎを与えよう。何万打仏、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 何万打仏。では皆様、本日ようこそのご参拝でございます。いつもありがとうございます。先のお言葉は三仏芸のところからいただきましたね。それは阿弥陀様の誓い事ですね。その多くの苦しみ人たちとか、恐怖して不安な方々をみんなを大きな安らぎ大きな安心を与えようというのは阿弥陀如来の本願というお心ですね。すべてのものを救うというお心ですね。私は本日これについてちょっと味わいをさせていただきたいと思います。皆さんはどうですか？なんか不安はありますか？最近なんか不安になっていることはないですか？私はまだまだこのコロナウイルスは、不安ですね。不安ですね。私の子供たちはもう少しずつね、普通の性格に戻ってこういう学校に行ったり、ね、徐々に普通の生活に戻ろうとしてるんですね。確かにここ私たちが住んでる、多くの方々が本日の参拝者はもうミネソタからの方もおられるんですけど、こうカリフォルニアはこうちょっとね、コロナウイルスは落ち着いた感じですね。しかし他のところはね、落ち着いてないんですね。特にインドは大変ですね。インドは本当に大変で、心配ですね。どうかね、なんかできないかと、ね、本当に大変ですね。しかし日本はそれほどの規模じゃないですけど、日本も最近大変ですね。今までにもう今までにもっともう悪い時と同じぐらいに感染者が東京とか大阪とか増えてるみたいんですね。それもね、心配ですね。私も妻側の親戚はもう日本にいるから、すごいこの間妻と話し合って、ここアメリカにいるのはちょっと申し訳ない気持ちがあるんですね。もうなぜならね、このワクチンが、ね、広まってるんですね。皆さんワクチンは受けられましたか？ね、結構、ね、ほとんどみんなうなずいてるんですね。ここ幸いワクチンはいただけるんですね。このワクチンをね、いただくと安心しますね。私もこの間ワクチン打っていただきましたよ。私はカイザーですね。うちの保険がカイザーでカイザーをね、オンラインで調べたら不安でどこでね、ワクチンをいただけるかと調べたら、まずはこうフレズノ周辺とかサクラメント周辺とか、こう2時間ほど運転したらいただけるということがあったんですね。で私がもう一生懸命探して一回リッチモンドから出たんですね。ここから1時間ぐらい離れてるところで、そこ行ってもいいかなと思ったんですね。往復2時間ですけどね。でようやくサンリアンドロが出てきたんですよ。サンリアンドロは橋を渡ってすぐなところで、じゃあエリエリのね、885線のもうすぐ出たところで、まあ30分ぐらいかかるからよし、それでいいと思って至るんですね。で、これはもう2週間前ぐらいですね、2週間ちょっと前ですね。で、そこに着いたらね、本日のね、スタッフが迎えに来て、本日はジョンソン&ジョンソンのワクチンですからどうですかと言われていたんですね。まあその時はね、この血液の問題とかも何も出てなかったけど、でも私が聞いたのはモデルナとか、皆さんファイザーですね。大体ファイザーとかモデルナをいただくんですね。それはもう 95% とか 94% の効果率があるとかと聞くんですね。で、ジョンソン&ジョンソンの効果率はまあ 66% とか 70% とか聞いたら、どうかな、やっぱりいただくならいいものをいただきたいなと思ってたんですね。もうもったいないというか、もう贅沢な考えでね、世界中のわずかのね、人生のもう宝くじに立ったような人生ですけど、いやーでももうちょっといいもの欲しいなと、その瞬間に思ってしまうんですね。でも結局思ったのは、いや、これはご縁ですね。本日ここにね、一生懸命このアポイントメントを探して、ここはここでこのワクチンをいただけるかと。で、ニュースで聞くのは、あなたが一番早めにいただけるワクチンは一番いいワクチンですよとかと言われて、ああそうでしょうと思ってて、もう打っていただきましたね。で、もうそれが、でもじゃあ1回で済むと言われたんですね。1回ですね。じゃあこれは一安心ですね。一安心で、じゃあこれでいいと思ってたんですね。これでいいと思ってたんですけど、でそれ打ってからもう数日かったら一時停止になったんですね。このジョンソン&ジョンソンというのは、やばい、私大丈夫ですかと思ってて、そして急にね、足が痛くなるんですよ。足が痛くなる。もしかして大丈夫かと、ね、電話をしたら、この病院に電話したら、すっごい質問聞かれたんですね。熱があるかとかね、足の肌の色が変わったとかね、張ってるかどうかとか、いろいろ聞かれたんですね。全部の答えはノーでした。ただ少し痛いですね。じっと座ったら、立ち上がったら痛いですね。で、よく考えたら、私の生活はこの筋肉痛が多いですよ。なぜなら子供、男の子3人がいますよ。で、最近何が流行ったかというと、この遊び場がまた開いたんですよ。で、行ったら遊び場は、私が行ったら、よし、お父さん、鬼ごっこしよう、お父さんが鬼だと。ね、私がもう走り回らないとして、なんか登ったり下がったりとか、滑り台に置いて、それは、このもう43歳で最近ほとんどの運動はしていない私が筋肉痛になるのはおかしくはないんですね。おかしくはないんですね。でも、もしかしてとまた不安になってしまったんですよ。で、よく考えたら、いや、ただの筋肉痛でしょうと思ってたんですね。で、まあこの一安心をいただくものはずなものが安心できないというのは、まあこの煩悩の私ですね。で、じゃあ、この安心はどこにいただけるかと思って、まあ、ワクチンを打っても安心になれない、ね、そのワクチンを打っても安心になれない、一安心を得たらまた次に不安になるというのは私の人間としての様子ですけど、どうやって安心をいただけるかと思って、そのものの考え方を一回展開したら安心ができるということを気づいたんですね。このワクチンは何のために打つということですね。私一人のためだったら、やっぱりもっといいワクチンをね、このファイザーとかモデルナとかね、その効果のいいワクチンを打てばよかったとか、やばい、自分は大丈夫か、副作用大丈夫かと、ね、いろいろ不安は、これは私個人的な自信が、私自身が中心だったらそれが不安になるけど、本当はワクチンを打つというのは、ね、そのワクチンをされればされるほどね、人口が多くされるほど、そのウイルスが広まらなくなると。私が今この効果を見てると思いますね。うちのカリフォルニアはもう結構高かったですね。2ヶ月前で急にね下がってきて、そして今はもうこのままもうちょっと低くいてほしいけど、このまま安定しているというのは、たくさんの人が打てるおかげで、このウイルスは今のところはあまり広まっていないんですね。ですから私のためじゃなくてみんなのためにね。だから人が、私がこの間奥さんが看護師さんのご門徒さんの方と話し合って、でその方の考えが面白かったですね。奥さんは本当にもう病院で働いている看護師さんはもう一番早めに打ってもらったんですね。早めに打ってもらって、で旦那さんは「いや私はまだまだ」と言ってたんですけど、でもその旦那さんの方はいいこと言ったんですね。彼は、いやでも一人でも多くの人がワクチンをされた予防接種をされたら、私もこうベネフィットあるんですね。そのウイルスの広まりが減っていくということは、なるほどなと思いました。これが正しい考え方ですね。私だけのためじゃなくてみんなのためにこういうことをしますと気づいたんですね。その心の展開によって一安心ができるというか、こういう続く安心をいただくんですね。釈迦様の教えでございますが、この生きている間は、ね、病気の恐れから、ね、逃げられることはできません、ね。生きている限りはコロナウイルスは落ち着いてもいろいろな病気があるから、ね、病気から逃げられることはないんです。だからその病気を治めることによって安心ができるのではなくて、心の展開によって物事の考え方を変えたら、それが続く安心をいただけることができますね。で、じゃあどうやってその心の展開をすればいい？どうやって私のこの自己中心的な考え方から全ての人々にこういう利益を与えようという心がいただくかというのは、この仏説無量寿経の中に書いてるんですね。仏様の御教えに、仏様はそういう心を持つんですね。さっきいただいた言葉は、私が悟りを得た時にこの不安になっている苦しんでいる人々にみんなに大きな安らぎを与えるというのは仏様の志。私たちはその志をいただくものとして、ね、救われる、ね、その救いは本願の働きというんです、ね、仏様の私たちの幸せを誓っている願いを、ね、それをいただきながら安心して喜びをいただいて、その喜びから何万ダブ何万ダブの念仏が流れてきたら、それは変わらない続く心の展開の安心ですね。この爆心の働きは面白いものですね。自分に爆心を打ったことによって、自分の体がこのウイルスを気づくことになるんですね。気づいて、そしてその対応の仕方が、体がわかるんですね。その自分の免疫細胞というね、T 細胞とかね、いろんな細胞があるんですけど、そのワクチンを打って、で、そのウイルスじゃないんですね、ワクチンは。でもそのウイルスをちょっと似たようなもので、この体がこのものが出てきたら敵だと思って次々とね、その免疫を作るんですね。その対応できる免疫が自分の身につくんですね。でそのウイルスが、そして今度感染したら、ウイルスが自分の体に入ったら、そのすぐに自分の体が気づいて、それをね、対応できる、それを、ね、免疫が働いてくるということですね。これは面白いですね。自分がするものじゃないんですね。そのワクチンをいただいて、打っていただいて、で自分の体に入って、私がじゃあこれから免疫を作ろう、免疫を作ろうと思わなくてもね、寝てるうちにね、その免疫が出てるんですね。私がそのワクチンを打ってから寝てるうちに熱が出たんですよ。熱が出て汗がいっぱいかけたんですね。一晩だけですよ。一晩だけでそういうがあって、それは私の体が、私が思わずに体がね、そのワクチン働いてるんですね。その南無阿弥陀仏を聞くようなね、本願をいただくのような、ちょっとこれ似てるところがあるんですね。自分がじゃあ優しくなりましょう、優しくなりましょうというお心じゃなくて、仏様の心をいただくうちに、何万ダブ何万ダブの感謝の念仏を申すうちに、徐々に心の展開が仏様の働きによるできるんですね。でその心に展開によって、自分の心の本当の様子に気づくことができますね。自分の怒りとか貪りとか愚かさ、今までに気づいていないことは次々と気づいたら、やっぱりこれがあかん、ね、もうちょっとね、もうちょっと優しくしよう、ね、もうちょっと欲張りを控えようと、ね、これは本願の薬と親鸞聖人が言うんですよ。もともとは私がこの貪りと怒りと愚痴は愚かさが自分が好きでね、好んでもうどんどんいてしまうんですけど、本願の薬をいただいて心が展開して、仏様の優しさの方が好むようになるんですね。これは仏様の本願の働きによって心が展開して、そして自分が自分の本当の様子を気づいて、本当の様子を気づいて、生き方も変わってくるんですね。私の働きじゃなくて仏様の働きのものですね。そしてこれもね、お念仏にいただくこの利益は自分のためのものじゃなくて、みんなのためのものですね。これをいただいたおかげでね、自分の生き方が変えてきて、ね、ワクチンと同じようにワクチンを受けたら、一つの最も大きな、ね、いいところは自分がこのウイルスを広まらないんですね。私も最近、法事とか、いろいろなことで人を会えるようになったんですね。でもワクチンをされてるから、予防接種をされたから、じゃあその時に人に会っても、その人に私の勤めの声で、ね、ウイルスが広まる可能性が低いと言われてるんですね。だから人のために打つんですね。お念仏も同じように自分の心が展開して、もうちょっとね、知恵と慈悲に照らされているような人生を生かせたら、自分はもちろん楽になるんですけど、周りもね、楽になるんですね。周りの被害も自分のわがままとか自分の怒りに当たることは周りに少なくなるから、それもみんなのね、いただける利益ですね。これは仏様の本願の様子ですね。すべての人を救いたいというのは阿弥陀様の願いですから、こういうふうにみんながいただいて、でこんなわがままの私でさえ心が展開できるという素晴らしい働きを持っているのは、もう仏様の本願の働きですね。ワクチンというのはもう 100% 効果的ではないものですね。もうこの間のニュース見て、ワクチンを打ってもらった人たちの中に、もう本当に数がわずかなんですけど、またね、感染してしまった人、やっぱりワクチンは 100% じゃないものですね。でもこの本願という救いは、これは漏れなく 100% と書いてあるんですね。この心を本願を聞いて本当にね仏様の救いを信じて心を展開するものは漏れなく全てが必ず一人を残らずにお浄土に往生して極楽に行くということは間違いなくできるというの本願の働きですね。ですからこういう本当の安心というのはもう仏様のこのお念仏に南無阿弥陀仏にいただくことができるんですね。これは仏説の無量寿経の中に書いてあるから仏様の誠の言葉でございますね。最後にこの仏様の言葉もう一度いただいてから本日のご法話を終わらせていただきたいと思います。私は誓う。仏になるときは必ずこの願を果たし遂げ、生死の国おののくすべての人々に大きな安らぎを与えようと。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。